たくさんの人を救う歌、七に送る歌。ブギウギ。やっと鈴子は本来の姿でステージに帰ってくることができました。それは律子も同じ。だけど律子のまぶたにはあの若い特攻隊員の姿が焼き付き、感謝の言葉が聞こえてくる。私が背中を押してしまった。彼らはもう二度と戻ってくることはない。律子の心にはいつまでも彼らの顔が残っていくのでしょう。第70話のお話は、劇場の再会を祝し、久々に幕が上がる。茨田律子の歌声が響き渡った後、ついに鈴子が舞台へ。彼女はこれまでの鬱憤を晴らすような熱演を展開する。ラッパと娘を熱唱し、ダイナミックに踊る鈴子。彼女のパフォーマンスに満席の観客は熱狂。そんな中、客席の隅には上海からかろうじて日本へ戻った羽鳥善一が姿を現していた。第70話はこのようなお話になるようです。羽鳥は無事日本に帰ってこれたようですね。拳銃を突きつけた人たちは羽鳥を中国から日本に逃がすために来たのでしょう。マリさんの安否はまだわかりませんが、きっと無事なはず。これで鈴子の完全復活は一気に近づいたかもしれません。律子が言った私が背中を押したという言葉は、2020年の朝ドラエールの主人公小山雄一が戦場で発した何も知りませんでしたという言葉と同じ感じだと思いました。戦時歌謡を精力的に作り続け、自分が作った歌でたくさんの兵士に勇気を与え戦場に送り出す。きっと兵隊さんは自分の歌を聴いて頑張ってくれる。お国のために自分はとても役立っていると思っていた。しかし現実は、雄一が戦場最前線に慰問に行き、直接兵隊さんを鼓舞したいと思った時に戦争が始まり、目の前でたくさんの兵隊が死んでしまった。敬愛する恩師も死んでしまった。歌は実際の戦場では何の役にも立っていなかった。自分が作った歌で超人になれるわけではない。鉛玉が避けてくれるわけでもない。弾が当たれば簡単に死んでしまうし、爆風は確実に命を奪ってしまう。何も知りませんでした、と衝撃を受けた雄一と、歌で生かそうとしていた律子は、戦後同じような苦しみを抱えていたのでしょう。第69話では、ラッパと娘を練習し始めた鈴子。戦争で止まってた時間が再び動き出す。福来鈴子の復活に、愛助の期待は膨らみます。戦争が終わり、やっと自由に歌える時が来ました。戦争が激しくなると、大きな劇場は閉鎖されましたが、日程劇場の再開は戦後3ヶ月という早いタイミングでした。東京が焼け野原になってしまい、人々は楽しいことを待ち望んでいたのでしょう。愛助は台所で歌の練習をする鈴子を見て目を輝かせます。彼は初めてラッパと娘を聞いた衝撃を
鈴子に熱く語り始めましたね。あの挑発的な歌とステップで一気に心を奪われたんや。梅丸楽劇団の立ち上げ公演がきっかけになり、彼女の熱狂的なファンになったよう。そして鈴子の魅力については、福来鈴子の代名詞であり、彼女をスイングの女王をたらしめたんが代表曲ラッパと娘やねん。ラッパと娘をあの頃のように歌ってこそ、正真正銘福来鈴子の大復活。鈴子が目の前にいるのに彼女と言っていましたね。愛助はそれほど興奮し、我を忘れていました。彼にとって目の前の彼女と福来鈴子は別人なのかも。憧れの人が自分のために雑炊を作っているのが、彼は未だに信じられないのでしょう。愛で可愛いやや大空の弟も確かに素敵な歌です。しかし、愛助が見たいのは、気持ちのまま自由に歌い踊るあの頃の鈴子。一位もラッパと娘しかないと言っていましたね。彼女が東京の舞台に最後に出演したのは数年前のこと。最後の方は三尺四方の中でかかしのように歌いました。自由に歌えなかった時期が長すぎた鈴子は、以前のように歌う自信がありません。おそらく舞台に立てば感覚を思い出すのでしょう。鈴子がどうやって歌っていたか忘れるくらい、戦争は続いたのですね。復活の期待が膨らめば膨らむほど、彼女のプレッシャーも大きくなる。今の自分が期待に応えられるのかどうか自信がない。歌うことと踊ることが大好きな彼女。戦時中もずっと歌い続けてきたけれど、踊ることはできませんでした。スイングの女王と呼ばれたあの頃のように踊ることができるのか。皆の期待に応えたいという気持ちが鈴子を追い込んでいました。そんなプレッシャーがあるのも自由になった証拠ですね。茨田律子は鈴子と違う理由で久々の舞台にプレッシャーを感じています。彼女は歌うことの意味がわからなくなっていました。舞台で歌う彼女を見て観客に夢見てほしい。律子はそんな気持ちで戦時中も自分のスタイルを貫いてきました。派手な服装や化粧を注意されようが、彼女は必ず華やかな姿で観客の前に立ちます。観客に夢を見てもらうには、現実を感じさせてはならない。大和礼子も律子と同じ考えでしたね。律子は特攻隊員の前でも華やかな衣装で別れのブルースを披露しました。確かに夢を与えることはできましたが、彼らにとっては死ぬ前の思い出。彼女は生きていく力になるはずの歌が若者を死に追いやってしまった気がした。特攻に行く彼らの背中を押してしまったことを悔やんでも悔やみきれない。もう思い残すことはありません。晴れ晴れと行けます。ありがとうございました。幼い特攻隊員たちの感謝の言葉が今も律子の胸に刺さっている。二人は大きな舞台での復活に不安を感じていました。戦争なんてクソ食らえよ。律子の後悔する姿を見た鈴子は、
励まそうと言葉をかける。ほんならこれからは、わてらの歌で生かさな。戦争で傷ついた心を癒すためにも、歌を届けなければ。六郎が戦死した時も、彼女は歌に救われたから。歌えば歌うほど、みんな元気になるはずや。鈴子は律子を励ますつもりでしたが、おかげで大事なことを思い出した。以前のようにうまく歌えなくても、好きなように歌おう。鈴子が楽しい気持ちで歌えば、観客も楽しいはず。決意を固めた彼女の姿に、律子も勇気をもらったようでした。二人はライバルであると同時に、互いに信頼し合っているのですね。舞台に立った律子は、別れのブルースを歌います。特攻隊員の少年たちの顔を思い浮かべながら、彼女の心が伝わったのでしょう。涙を流す観客もいましたね。舞台袖から見ていた鈴子も感動して泣いています。律子はきっと歌うことで少しずつ癒されていくのでしょう。大空の弟を歌った鈴子のように。歌い終えた律子は少しは癒された顔でした。次はいよいよ鈴子の出番です。先輩の素晴らしい歌に感動しただけに、かなり気合が入ったでしょう。張り切って舞台に飛び出した彼女は、どんな舞台を見せてくれるのか。次回がとても楽しみですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。